神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします横浜市中区の庭園三景園を代表する歴史的建築物で重要文化財林春閣の保存修理事業がほぼ終了し7日報道陣に公開されました屋根が吹き替えられ工事中には繊細で失われたとされていた玄関灯の床も発見されました 17日から25日まで建物内部を特別公開し見学通路から観覧できます社会人野球のエネオスは7日米大リーグのレッドソックスなどで活躍した田澤純一投手の加入を発表しました今期途中までメキシカンリーグでプレーしており2008年以来14年ぶりの復帰となります 田沢投手はチームを通じ、まずは日本選手権で全力でチームに貢献したいとコメントしました新型コロナウイルス感染症をめぐり、神奈川県内で7日、新たに17人の死亡と、10歳未満から100歳以上の男女5400人の感染が確認されましししたたたこのほか神奈川県は新たに1642人が自主療養したと発表しました。 自主療養の累計は18万9800人となりました。